お邪魔できる？頼もうだけど。ん？誰？おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミヤのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアン・クーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった、ありがとう。どうしても入りたいなら代理人を頼れ。サム、アニアン、マダムマム、代理人。サムも代理人なんだ。ああ、こっからの景色もいいな。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、めんどくさそうだ。誰から回る？最初まあサムとは一回話したから、サムのところ行ってみるか。ミツバチの館も気になるけど。いたいたいた。なんだ、またお前らか。ちょっと何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ？今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。ギャンブラーかよ。表。表だ。残念、裏だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぞ。それでも諦めきれねえなら他のやつは当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。
じゃな。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。サムのコインを入手した。表がない、表裏がないコイン。じゃあとりあえず他を渡るか。マダムマム行ってみよう。こういう人からなんか情報は。どういった快楽をお求めですか。何にもないです。マッサージ屋さんね。まだまだ夜は長い。開かないんだよ。開いてないみたいだね。どうしよう。他の代理人に話を聞いてからとなると、もうあの館しかないんだけど、行くか。あれ、ここか。アニヤに会うはずが。なぜ俺は。俺が話してくる。エアリスはそこで待て。でも、え、どうして。私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。ジョニー、順調に。どうした。あんなことまで。お前焦点してきただろ。へえ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか。アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか。いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに。俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。じゃあもうマダムマムしか。ジョニーはあ、いなくなった。これでマッサージ屋入れなかったら罪だけど。反応してくれない。明日。ちくしょ、足元見やがって。金金巻き上げられてるだろう。
ウォールマーケットだからな、ここは。ここだよね。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたくて。黙った、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。ったくまた変なの来たわ。ちょっとバカし、若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちはデモミや、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え、早くしな。戦う男の力強い、それでいてしなやかにって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだ？え、これはケチったらなんか後々良くないことになりそうな気がするけど、めっちゃ高え。どうしよう、めっちゃケチってみる試しに。ウォールマーケットだからな、ここ。めっちゃケチってみよう。じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド、言っておくけど、このコースはリスクがあるよ。え、いわば人体実験。素晴らしい効果の時もあるし、その逆もあるの。あ、待ってくれ。待たせる男は嫌いだよ。さあ、歯食いしばりな。うわうわ。力が入らない。悪かったね。お大事に。え、どうだった？すまない、何も話したくない。うん、真っ青。少し休めば大丈夫だ。本当に？そう信じたい。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。誠意になった、クラウド。まあまあまあ大丈夫。ああ、というかエアリス操作になっちゃった。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ、代理人としての信用に傷がついちまうからね。
この服ダメ？俺は嫌いじゃない。俺は嫌いじゃない。ありがとう。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るか？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。おっしゃ。ちょうどこの剣をね、試してみたかった。どんな大会かな？この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど、足元すくわれないようにね。こうしてコツコツ目標に近づいていくと、なんか選択肢で間違っていないかが心配になるな。だけどこの治安地区ならお金をとことんケチっても良さそう。今からエントリーが？たくギリギリだな。ふー、二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね？じゃあお二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。クラウドだけじゃないんだ。降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。地下闘技場だもんな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。いや、クラウドはこの地下闘技場で敗北を知りたい。おい、こっちだ、急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラムシ、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あまたの誘惑に面釣りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。お安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。寒風の紐でに打ちのめす。勇者だ、地下道を剥がせ。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。イス黒刀デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。本当だよ、代理人たちがいた。お、控え室、体力は大丈夫。なんか割引があるぞ、買っちゃおう。あとは、あー、この辺にも全部共通のアクセサリーが売ってるみたいだな。ショップと同じ。
闘技場か。あ、こっちも。あ、ちょ、あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえから、さっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド・エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。やっちゃうぞ。ジョニーは貧乏くじ引いてばっかだよ。なんだこれ。コルネオからの差し入れさ。何でも飲めば立ちどころに元気になるんだと。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。よかったらあんたたちにやるよ。めっちゃ怪しい。めっちゃ怪しい。どうしよう。めちゃくちゃ怪しい。飲みたくないけどとても気になる。飲む。どう？ドロッとしてる。へえ、私は飲まなくていいかな。へえ、それもコルネオの。準備はいいか？よし。せいぜい死なねえようにな。ドリンク失敗したかな。